クリープハイプが8月28日トリビュートアルバム、もしも生まれ変わったならそっとこんな声になってよリリースする。同作品はクリープハイプ現メンバー15周年を記念してリリースされる自身初のトリビュートアルバムとなるものだ。全員11組の参加アーティストは1組ずつ毎日発表されていく。本日発表された3組目はジューフィート。ジューフィート主催フェス京都大作戦に過去2回出演するなどバンド同士のゆかりが深いことで知られている。2022年に発売されたジューフィートのコラボレーションアルバムジューフィーチャリングへの参加も記憶に新しい。担当楽曲は後日発表される予定だ。トリビュートアルバム、もしも生まれ変わったならそっとこんな声になってには、互いにリスペクトし合い、バンドにゆかりのあるアーティスト全11組が参加する。各アーティストによってクリープハイプの楽曲が解釈され、それぞれの声で表現される。そして完成した11曲の音源をメンバーと一緒に最速視聴できるトリビュートアルバム最速先行視聴会、もしも予約してくれたならそっとこんな声を聞いての開催も発表されている。アルバムの予約購入者を対象に抽選で98名がこのイベントに招待されるとのこと。残念ながら抽選に外れてしまった場合も、予約者全員に視聴会をリモートで楽しむことができるライブ配信 URL が案内される予定だ。トリビュートアルバム、もしも生まれ変わったならそっとこんな声になって、2024年8月28日水曜日リリース。ランク K1772520円、税込み予約 URL https://creep-nk.2/tribute-cd 収録内容全11曲、収録楽曲名は後日発表、予約特典クリープハイプトリビュートアルバム最速先行視聴会、もしも予約してくれたならそっとこんな声を聞いて、日時2024年8月5日月曜日、会場都内某所、当選者の方にのみご連絡いたします。離行会場までの交通費、宿泊費、食事費等費用は各自ご負担でお願いします。特典概要、もしも生まれ変わったならそっとこんな声になって、全11曲の音源をクリープハイプと最速で視聴する会に応募者の中から抽選で98名をご招待。抽選に外れてしまった方にも、予約者全員に視聴会をリモートでも楽しむことができるライブ配信 URL をご案内。現メンバー体制15周年記念スペシャルプレイリスト企画39/40インクページ https://creep-nk.2/15thplayyst 各著名人プレイリストリンク第4弾森7歳クリープハイプ LNK215 スプレイリスト7森誠米田2000クリープハイプ LNK215 スプレイリスト米田2000誠渡辺美穂クリープハイプ LNK215 スプレイリスト美穂渡辺第3弾 KT ペーズクリープハイプ LNK215 スプレイリスト KT 宮崎麻子シシャモクリープハイプ LNK215 スプレイリスト麻子宮崎堀田あかねクリープハイプ LNK215 スプレイリスト茜堀田崎山宗志クリープハイプ LNK215 スプレイリスト宗志崎山第2弾清水美智子クリープハイプ LNK215 スプレイリスト美智子清水山崎瀬谷急須猫神クリープハイプ LNK215 スプレイリスト瀬谷山崎隆桜坂46クリープハイプ LNK215 スプレイリストてにゃまさき第1弾木下達也 https://creep-nk.2/15thplayyst 達也木下はマジ焼き
https://creep-nk.2/15thpllis T はまじやき、しは、水曜日のカンパネラ。https://creep-nk.2/15thpllis T歌はウェンズでカンパネルラ竜兵 B ファースト https://creep-nk.2/15thpllis T 竜兵 from B ファースト creep hype の日20204福岡9月8日日曜日福岡福岡サンパレス https://cf.creep-hype.com/feature/cp249008 ライブ現メンバー15周年記念公演2024年11月16日11月16日土曜日神奈川K アリーナ横浜 https://cf.creep-hype.com/feature/creep-hype15th-live